広瀬まりのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録、今日は12回目でございます。さあ、昨日は歌うこと、発声のことをちょっとお伝えしたと思いますけれど、で、うまく聞こえる方法っていうのをお教えしましょう。偉そうに言ってますけどね。まあ、簡単に言ってしまえば、言葉の意味をちゃんと考えるっていうことに尽きると思うんです。で、楽譜を見ないと歌えないとかっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、楽譜見ても全然構いませんが、ちゃんと一度歌詞を読んでみてくださいね。歌詞を読んでちゃんと意味を取って、それから歌うっていうのがまず大事だと思います。で、勘違いしてる時ってありません？歌詞で誰だろうな、中島みゆきさんの時代って言うとあるじゃないですか。回る回るよ時代は回るっていうのを、私の知り合いは回る回るよ時代は回るっていうふうに覚えてたんですよ。なんで四時代だけが回るのかなと思ってたって、真剣な顔して言ってましたから。じゃなくて、あれは回る回るよ時代は回る、要は時代の後に来るんですけれど、そうやってこう歌詞の勘違いっていうのが起こりがちで、それは何でかっていうと、楽譜を見ていると、楽譜の下についている歌詞というのはひらがなで入ってます。ひらがなで入っていると、往々にして意味がなかなか取りにくい状態になってしまうので、もし楽譜を見て歌われる方があれば、その方はまず歌詞をきちんと読み取って、どこで切るのか、どういうふうなことを言ってるのかっていうのをちゃんと確認してから歌われるといいと思います。ね、カラオケなんかだとね、歌詞カードとか歌詞が出ますよね。で、あの歌詞が出て見て歌うのもいいんですが、やっぱりね、覚えてください。歌詞をこう見ながら歌詞だけ追っていくと、ただただ追っかけてるだけになると、じゃあそこに感情を乗せられるかっていうと乗せられないので、その歌詞はある程度覚えて、詰まった時にちょっと確認ができるぐらいのイメージで覚えていると上手に歌えます。まずは上手に聞こえてきます。では、意味を取って分かって、自分が言ってることがちゃんと分かって歌っているので、それが上手に聞こえるコツになります。あとは強弱をつけるとすごく上手に聞こえます。あ、これものすごく秘密事項なんだけどな強弱、ダイナミックスをしっかりするととっても上手に聞こえてくるので、そこも気をつけられるといいと思います。で、カラオケに行くとどうしても往々にしてすっごい大きな声で歌っていらっしゃる方あります。で、それはものすごくカラオケを大きく出してるからなんですけど、あんまり大きな声で歌う必要はないです。あ、でも点数が出したかったら、マイクにちゃんと向かってきちんと声が集音するような方法で歌わないといけないんですけれど、その大きな声で歌うことよりもマイクできちんと集音できる方向を確認してくださいね。マイクによっていろいろ特性はあると思うんですけれど、マイク どう言ったらいいのかな、ものすごく難しい、言葉で伝えるのはものすごく難しいけれど、縦にマイクを持っているとなかなか集音できにくいので、どう言ったらいいの、横、手をちゃんとこう掲げて、肘を張ってマイクを持ち上げる、掲げるような状態の方がちゃんと集音すると思います。まあ、詳しいことが聞きたい人は、リッペに直接会いに来てくださいということで、歌うこと、言葉の意味を きちんと取ることと、それから、ダイナミックスをつけるっていうことを考えていると、随分上手に聞こえると思います。で、その上に技術が乗ってくれば、とても素敵に聞こえてくるので、両方バランス大事です。
こんな声を出さなきゃな綺麗に聞こえないということではなくて、自由に歌っていいんだけれど、ただただ大きな声で歌っていると周りで聞いてる人はそれは大きすぎるよって思っちゃうかもしれないし、耳が慣れてくると大きな音だということも感じなくなってしまうので、その中でちっちゃい音、大きな音を繰り返して使うことによって上手に聞こえてきます。今日はなんかちょっとためになることを言えたかな。第12回目の広瀬まりのおしゃべり見聞録、どうもこの題名がなかなか難しいな。広瀬まりのおしゃべり、無理です。広瀬まりのおしゃべり見聞録第12回目、今日はここまで。今日の番組はいかがでしたか。皆様からの感想リクエストをお待ちしております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご覧になってチャンネル登録もお願いいたします。マリッペ TV で検索をしてください。それでは次回もお楽しみに。今こそ